ロシア社会民主労働党、ロシア社会民主労働党、ロシア社会民主労働党は1898年に創立されたロシア帝国で最初のマルクス主義政党、後にボリシェヴィキとメンシェヴィキに分裂した。1890年代に入り、ロシアにおいても工業化の進展とともに労働運動が交流し、それを基盤に様々な社会民主主義、 マルクス主義グループが形成された。そこで次第に全国的な党の創立が課題とされるようになった。そこで当時有力だったキエフのグループが中心となり、1898年にミンスクで党の創立大会が開かれた。この大会は党名をロシア社会民主党とし、すでに発行されていたラボーチャやガゼタ、労働者新聞を党中央機関紙とし、 中央委員会を選出した。中央委員会は、ピョートル・ストルーベに、党の宣言の起草を依頼したが、大会直後に、大量の逮捕によって解体してしまい、実質的な活動を始めることはできなかった。宣言を起草したストルーベは独断で透明を、ロシア社会民主労働党とし、以後この名前が定着した。1900年に、新聞、イスクラを創刊したレニン。 マルトフ、プレハーノフラのグループが中心となり、1903年にブルッセルで第2回答大会が開かれた。大会には26の組織を代表し、51票の議決権を持つ43名の大議員が参加した。そのうち、過半数はイスクラ編集局を中心とするグループ、イスクラパだった。大会は、党の綱領と規約を決め、中央機関を選出した。 中央機関は、ロシア国内において、党を実践的に指導する中央委員会、国外から思想的に指導する中央機関士、中央委員会と投票議会が対立した場合に調停を行う、投票議会という3つの機関によって構成されることになった。イスクラは中央機関士となり、イスクラ派が党を支配することになった。しかし、 大会の審議過程でイスクラ派は分裂した。大会の序盤で党員の資格を規定する、党規役第一条が審議され、例人は党の組織的活動に参加することを、党員の条件としたのに対し、マルトフは党に対する指示だけを条件とした。この点に関しては、マルトフの案が採択された。しかし終盤で、中央機関士の地位を得た、イスクラ編集局の選挙が行われたとき、 レーニンはもともと、イスクラ編集局を構成していた6名のうち3名を排除し、プレハーノフ・マルトフ・レーニンの3人で、編集局を構成する案を提示し、採択された。これには排除された3名だけでなく、マルトフも激しく反発し、大会後に決定を承認する、多数派と決定を批判する、少数派が、相互に批判し合うことになった。これが、ボリシェビキ。 多数派とメンシェビキ、少数派の発端である。大会直後には、レーニンとプレハーノフが、イスクラ編集局を握っていたが、プレハーノフが後にメンシェビキの側に移ったため、レーニンは編集局から脱退せざるを得なくなった。イスクラは、メンシェビキの機関士となり、ボリシェビキを激しく批判した。レーニンは、一歩前進、二歩後退などの著書で対抗し、 1904年末には文派の中央部として多数派諸委員会有労を創設した。このビューローは1905年1月に新聞、不平量度を創刊した。ボリシェビキとメンシェビキの当初の対立点は組織問題だったが論争が展開するに従って戦術問題にも対立が波及していった。1905年に地の日曜日事件によってロシア第一革命が 始まると、メンシェビッキは、革命の性格を、ブルジョア革命と規定した上で、求心的な革命的反政府党に留まることを決定した。それに対してボリシェビッキは、プロレタリアートと農民の革命的、民主主義的独裁というスローガンを掲げ、武装放棄の準備を進めた。ボリシェビッキは、同年4月に単独で、第3回党大会を開き、 中央機関士として、プロレタリーを発刊することを決めた。分裂を嫌う労働者大衆の圧力により、ボリシェビキとメンシェビキは統一交渉を始め、1906年4月には、ストックホルムで統一党大会、ボリシェビキの観点では、第4回党大会が開かれた。この大会ではメンシェビキが多数派となった。1907年4月には、ロンドンで統一党大会、 ボリシェビキの観点では、第五回党大会が開かれ、ボリシェビキが多数派となった。しかしこの二つの大会は、党の分裂を克服することはできなかった。1906年3月から4月にかけて行われた第一国会の選挙の際、ボリシェビキはまだ革命期が続いていると考えて、ボイコット戦術を取り、メンシェビキは選挙に参加した。 しかし、ボリシェビキもストックホルム大会の決定を受けて、まだ選挙が終わっていない地域の選挙に参加した。社会民主労働党は478議席中18議席を獲得した。1906年7月に第一国会が解散され、第二国会が召集されるとボリシェビキは、ボイコット戦術を放棄し、選挙に参加した。十一月から翌年に一月にかけて行われた第二 国会の選挙では、社会民主労働党は18議席中65議席を得た。1907年6月3日、ァーリー政府の首相ストルイピンは、第二国会を解散し、社会民主労働党の国会議員を逮捕した。これにより、第一革命は終わり、ロシアは反動期に入った。選挙法が労働者に不利なように改悪されたため、社会民主労働党が、 第3国会の選挙で得た議席は442、議席中19議席となった。この反動期において、ボリシェビィキの一部は国会議員を召喚すべきだと主張した。召喚主義と呼ばれる。また、国会議員に党への従属を要求する最後通帳を突きつけるべきだ。という最後通帳主義も現れた。これらのグループは1909年に独自の機関紙として、 不平等を相関し、ニ人派と対立した。一方、メンシェビキの中からは、召喚主義とは、正反対の考え方が出てきた。非合法の地下活動を生産して合法的な、大衆組織での活動にエネルギーを集中することを主張するもので、ボリシェビキからは、回答主義と呼ばれた。メンシェビキの中でも、プレハーノフを中心とするグループはこの考え方に反対し、 党維持派面シェビキを形成した。以上のような4分5列の状況の中で、トロツキーを中心とするグループは、党の統一を回復することを目指し、1908年にウィーンでプラウダを創刊した。この活動は一定の成功を収めた。1910年1月にはパリで党中央委員会総会が開かれ、各派の代表によって分派の生産が合意された。 しかしこの合意は守られず、レーニン派は独自の党の建設を目指す動きを強めていった。1912年1月、レーニン派は、プラ派で、党維持派面支引と共に、党協議会、プラ派協議会を開いた。この協議会は、新たな中央委員を選出し、回答派を党から追放した。ロシア社会民主労働党の分裂は、最終段階に達した。 トロツキーを中心とするグループは、プラハ協議会に対抗して、党の統一を回復しようとし、1912年8月にパリで協議会を開いた。これには霊人派以外のすべてのグループが参加し、8月ブロックを形成した。しかし、反霊人以外の共通項が存在しない、寄り合い状態だったため、実質的な成果をもたらすことなく終わった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。